市町村対抗の福島駅伝は、例年白河市から福島市までの16区間95キロで行われています。しかし去年は感染症拡大防止のため、ほぼ半分にあたる郡山市から福島市までの9区間50キロで行われました。今日、市町村の担当者が出席して会議が開かれ、今年は2年ぶりに白河市から福島市までの16区間95キロで行われることが決まりました。また、男子中高生またはシニアなどの区間はなくし、男女または中学生男女の区別だけになりました。福島駅伝は11月21日に行われます。